ポーク卵ポーク卵とは、缶詰のポークランチョンミートと鶏卵を使った料理。沖縄県の大衆食堂の定食メニューの一つである。沖縄県では、第二次世界大戦後の占領時代に米軍によって、持ち込まれた缶入りポークランチョンミートが、ポークという略称で、一般家庭の食材として定着し、味噌汁の実やチャンプルーなど様々な料理の素材として、用いられるようになった。 そういった中で、ポークを薄切りしたものを焼き、これと卵料理を惣菜にするというのは、ごくありふれた、食事風景であった。これをそのまま食堂のメニューにしたものが、ポーク卵である。表記は、ポーク卵が、最も一般的だが、店によっては、ポーク卵、ポークラン、ポークと卵焼きあるいはターンに、卵焼きなどと記載されていることもある。なお、沖縄の家庭料理における、 卵焼きとは、本土でイメージされるような四角く巻いて成形した卵焼きや、だし巻き卵ではなく、丸いフライパンで大雑把に焼いた薄焼き卵を意味することが多い。したがって、ポーク卵という名称で、和風の卵焼き、だし巻き卵、目玉焼き、オムレツ、スクランブルエッグなどが提供されることはない。典型的なスタイルは、1センチメートルほどの厚さに、スライスして、 両面を焼いたポークが2から3枚、折りたたんだ薄焼き卵、トマトケチャップとマヨネーズを混ぜたドレッシングのかかった少量の生野菜が1枚の皿に盛られ、それにチャーンカ丼、もしくは平皿に装われたご飯と汁物がつく。卵焼きやポークに味付けはなく、トマトケチャップが添えられることが多い。沖縄のほとんどの大衆食堂に存在するメニューであり、 大抵は食堂で最も安い定食の一つである。また、沖縄県の弁当屋やコンビニエンスストアでは、ポーク卵のおむすびが定番となっている。薄焼き卵とポークを海苔とご飯でサンドイッチにしたもので、味付けには安ンスなどが用いられる。近年では観光客をターゲットとしたポーク卵おにぎりの専門店も登場し、 沖縄の新名物として行列が見られるほどの人気となっている。沖縄と同様に、米軍由来の食文化が流入したハワイやグアムなどにおいても、ポークランチョンミートと鶏卵を組み合わせた料理は朝食の定番となっている。ハワイやグアムではスパムが主流だったため、スパムエッグズという呼称が一般的である。香港でもポーク卵系のメニューが、 茶山町という喫茶レストランにある。皿に盛ったご飯の上にポークランチョンミートと卵を焼いて乗せた三旦飯のほかインスタントラーメン、サンドイッチ、スープマカロニの具としてもランチョンミートはよく使われている。香港では価格の安い中国産のものが多く出回っているため、多くの店舗では中国製品を使用している。業務用の円筒系の缶入りのものもあり、 厚切りの丸い状態で出てくることも多い。もちろん、アメリカやヨーロッパにも、朝食メニューとしてのポーク卵は存在する。しかしながらこれら肉食文化圏の先進国においては、缶詰のランチョンミートは、最も安価で低級な食材として認識されており、特にこの種の食品の代名詞であるスパムは、部別や、長上のネタとして扱われることが多いため、中流以上の人々が、 外食時に口にすることは少ない。わかりやすい例としては、英国の TV 番組、モンティパイソンで放送された、食堂のすべてのメニューに、スパムが使われていて客が怒り狂うという非常に有名なコントがあり、後に迷惑メールの代名詞として用いられるようになる、きっかけを作った。ありがとうございます。